ああこれはな、これを今聞くのはかわいそう。何？マージャンお疲れ様です。はい。突然ですが、前から対談したいとおっしゃっていたミステリー作家の方とは対談実現叶いそうですか？対談記事を心待ちにしております。いや実はですね、はい、まあ綾辻先生でしょ、はい、綾辻先生も折に触れツイートでなんとか実現したいと言ってくださっていて、ね、ちょっとまあちょっとコロナ禍もあってだったので、ただあれを企画してくださっていたその中間にいらっしゃる、うん、編集の方っていうのもちょっといろいろ部署替えとかで、はい、なんでもう改めてちょっとその別立てで お話をね再始動できないかなと思って、うん、ちょうどねその打ち合わせを先週タイムリーしたぐらいだったんで、ちょっといつとかはまだ全然、綾辻さんにスケジュールのご確認とか、ね、ただ綾辻先生のお宅がすごいね、館シリーズの作者だけはあるなみたいな。あ、そういうことなんですか。うん、館感がね、何度かお写真だけ見たことあるんですけど、はい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 、ね、何だったらもうね、うん、行きたい、行ってください。でなんか多分ね行ったらノームが出たとか崖が崩れたとか閉じ込められるんじゃないかな、してしまう、携帯の電波が入らないみたいな、そうなんかねすごい、はい、でもまたね機会があればぜひ、はい、そうですよね、これはぜひ実現するといいですよね。すごいな、中村誠二設計ってすぐ出てくるってことは結構いますね、マニア。すごいな、いらっしゃいますね。いや、ここで館シリーズって言って中村誠二の名前がさっと出てくるのは大したもんですよすごい。アナザーならわかる、まあアナザーはね確かにね、すごいすごい、そうですよね結構喜んでくださってた方、最近綾辻先生のデビュー作、うん、10巻間の殺人がすごい小学生の間でまた流行ってるというか、そうなんですね、うん、これ読むといいようで結構流行ってるって聞いてて、そうですよね、ただ本格ミステリーはね、これとこれとこれも読んでくれがやっぱ多いんで、ね、いっぱい出てきますね、これね、うん、はい、なるほど、はい、